どうも、アパーパーゲームズのサボと、サボじゃない方のジェイです。今回もボールガイズ、もらったコースをやっていきたいと思います。はい。で、こちらバスケゲーム、バスケゲーム、一応ね、この対戦系のコースとなっておりまして、うん、はい。一応このルールがあるんですけども、うん、スタートから降りていけない、ジャンプダイブしては届きません、ズルしないでね、いろいろあるんですけどね、ジェイさんと二人で分かれてもらって、まず OK、 今後とあっち側でスタート、スタート。早いもん勝ち、早いもん勝ちでやる、分かんない。よし、もう中間踏むと先にいっぱい入れた方の勝ちってことでしょ。そう、この全部も入れれる、このここにあるボールを、うん、でゴールがあるんでここに入れてもらうと。どうだ、入ったかな入ってるかな、入ってねえな、多分。で、ジェイさんは、この壁の向こう側で同じようなことをやってて、うん、同じようなことやってるよ。で、最終的に、どっちの方が、ボールを入れられるかっていう。ダメだ。一回ずつ落ちない方がいいのかな？いっぱい投げれた方がいい？いっぱい投げれた方がいいのかな？むずい。これどうやって遠くに飛ばせんの？ジャンプダイブしないと届かないって書いてあったんだよね。あ、そうなの？いけ！入ってねえか。やばい、これ0-0あると。全然あり、このままだと俺の方遠い気するもん気のせいだよな。いや、ダメだな、入れれない、入れれねえ。入れてみるか、ライブしないで、ジャンプで。え、全然届かないね、ジャンプじゃ。なんだ、届きそう、いや、届きそうな感じするんだけどね。早く、もうちょっと早く離さないとダメなのかな。だから、ジャンプダイブみたいな。あ、そうだ。え？早めだ。ジャンプダイブ、ジャンプダイブ。敵に塩を食っていいのかな。まずい。出た？今8本ぐらい入れてる。早すぎだろ、ペース。ほんとだよ、気づいてから。入ったっぽくない？あ、入った！いや、俺落ちないでも入れる方法を見つけてから。え、そんなバカな。これあとびっくり、これで最後答え合わせできるんだよな。そう、どっちの方が入れたかっていうのを。時間によってなんかね、後ろの扉が開くんだよね。そう、時間によってこのなんだっけ、動くほど、うん、床の矢印のこれが動き始めて、うん、もうボールを入れなくなりながら運ばれてくっていうリザルト画面に、うん。え、なんかすんごい上手くなってるよ。俺も結構入ってると思うよ。これ楽しいな。コツ掴んだ。完璧にコツ掴んだ。今1対1でやってるけど、これみんなでやればね、3対3。あ、そうそう、3対3できるよ。3-on-3。3-on-3とかもできるか。よし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 。マジでコツ掴んだ。いや、俺も入ってるこれ。いや、あとはもう本当に時間の問題。本当だよ、どんぐらい入れられるか。和製カリー、和製カリー。え、全然ボール返ってこなくなったもん。もう2個ぐらいしかない、手前に。そんな強い？え、ほんとに？ほんとか？うん。まずいよ、それ。ほんとだとしたら。あ、こっち側にあったわ。こっちにあんのか。なんか、2個分かれてた。あ、左右でね。で、どっちかは終わった。いや、まずいか。いや、まあ、大丈夫、大丈夫。おもろいなぁ。あ、俺ももうなくなりそう、ボールが。え、こっち側むずいわ。片方がむずい、すごい。苦手な方ある、俺。苦手な方ある。やばい、動き始めた。あ、終わりだ。終わりです。これちょっと結果発表で、こうやって、ここで、うん。運ばれていくと。ちょっと、早く見よう。答え合わせしたくない？勝ってるよな、さすがに。さすがに。手応えあるもん、俺。結果待て、今、チラッと見えたけど。うん、結果発表、はい。おい、やっちゃえばいいんだよ、おい。何対何これ、6-1。お前、全部嘘っぱちじゃねえか。うるせえ、俺の嘘は本当になるんだよ。ここで結果が分かると。で、どっちが勝ったか分かって、みんなで仲良くゴールね。うん。おー、ギリギリって感じ？ギリギリ、何も来た。ギリギリって感じ。お前ずるしちゃダメって書いてあるぞ。俺はこれ得
ってない。よし、ナイス。続いてはこちら、パロットリバー。リバーって川？川か。パロット。パロットって何？カカロット。パパロット？パパロット？ああ、パパロット強そうなんだけど、いや弱そうか。どっちかっていうと。確かに。お、すごい。すんげえ。木があるよ。え？で川だ本当に。あ、何これ、マングローブみたいなもんってこと？おお。川に落ちたら負け？あ、やべ、川に落ちちゃう。大丈夫？大丈夫だ。スライムじゃなければ生きてられる。おもろ。うわ。うわ、すごい。こういうのぼりみたいなね。世界観がすごくない？ジャングルだジャングル。ちょ、あ、ダメだ。川にやっぱ落ちちゃダメだわ。川の流れ強くね？強い。アマゾン川かな、これ。これ噂のアマゾン川？これ噂のアマゾン川。やばい、ピラニアがいるか。やばいよ。一瞬ついたよな。一瞬で大丈夫大丈夫。すぐ戻ってこれたから。ね、いや、マサオくんになるしかないこれ。あ、ぴょんぴょん飛んでいくやつね、ワニの。これ、味方によって。え、滝登りしよう、滝登り。そっか。滝登り、うおぉ、ちょ、まあ、木の上もあったぞ、今。木の上行く？木の上行きたいな。え、すごい、滝登り。うまいね。なんか不自然のジャンプしなかったよ。え、滝登りじゃないの、今の。うまいな。あ、ダメだ、こっち行けないか。トランポリンで。いや、戻って。タイプだな。斜めってんだな。あ、また滝登りチャンス。うまいな、そうさん、滝登り。え、ちょっと待って、木の間に来て。なんかあった？木の間あった。いや、ほんとだ、特別コースみたいなのあるじゃん。行きて、あそこ。あ、行けそう。行った！ナイス。むずい。切りむずい。切り抜けて。繊細な操作大事。あ、ゴールできそうだよ。スライムじゃないから行ける。ワニの軍団を抜けて。おっしゃ！ナイス！世界観が良かったね。木がすごいわ。さあ、続いてはこちら、ハンマーヘブン。ハンマーヘブンって何？ハンマーにぶたれて、天国行こうってこと？あ、そっち？ゴーンって。え、なんだと思ったの？いや、俺はハンマーがいっぱいある天国みたいなコースかなと思ったんだけど。誰目線で天国だったよ、ハンマーいっぱいあって。確かにそうだな。ハンマー撃たれて天国行こうみたいな。得意じゃん、これ。佐野さん。ハンマーのコースといえばな。はい。はい。強打。飛んだ方が良さそうだったね、上に。うまい！でも中間ない。次も成功してんだめ。こんな、マジか。オッケー。中間ありがてえ。ありがてえ。噂をすれば。風もある。どういうこと？おお、面白い。上にみよって伸びたね。そんな風の使い方ある？え？何してんの？大丈夫、これ中間ある。いや、もう一回勝て。わあ、届かない。意外に難しいんだ、じゃあ。うわあ、やるね。3回転2ループぐらいしたな。してた。ダメだ、これ、つまんない。同じことやってる。やればやるほどタイミング分かんなくなってくるんだけど。いやー、むずい。最初が一番よくいけたからな。勢いよくいったほうがいいな。でもさ、高さもあるからさ、雑にもいけない。これ雑にいくか。はい、それでいけるよ。ほんとだ、もうちょいだ。こっちはちょっと逆にあっちが高いからむずいと思う。あー、ほんとだ。え、制作者の方ですか？うん、解説 J がお送りします。全部その通りだ。めっちゃむずいじゃん。むずいわ。じゃあちょっと先っぽで当たるのかな。じゃあ先っぽね。お、うまか。え、風風風だよ。風が3個並んで大風。大風いくか。うん、八の字飛びみたいな感じで入るタイミングが分かんねえ。だって木だって三つ並んだら大木になるもんね。森だよ、森。三つ並んだら森だよ。はい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 。裏拍子出てくんな。はい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 。ほら、こうなるんだ、入れてくると。テンポ気持ちよくないね、もう。確かに。テンポ。あ、じゃあ俺が言うからサボさんの裏拍子入れてもいいよ。オッケー。はい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 。はい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 。惜しい。だけど今いいよ、作戦。行こう。ねえ、場所が。行こう、せーの。はい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 。なんで変わったの、はいのタイミングは。はい
はい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 、え、今完璧だと思った。なんかね、飛んでなかったね、今この場で。この場で飛びか、もう行っちゃおう。ゴツンって聞こえたね。げんこつ、げんこつの音が聞こえた。あ、ここスピードつけて行った方がいいな。あ、止まるんじゃねえって感じ。止まるんじゃ、止まったらなんか勢いが死にだ。ギリギリで行かないといけないのか。 あでもいいんじゃん、一回止まってさ、振り向きながら走ればいいんじゃない。こうか、うまい、行った。1、2、もりもりもり、うわーふー、おーし、ナイス。